どうも、キューティクル全開、馬田です。おしゃしゃ、おお、お便り。イナズマイレブン、ホットハンドか、お前。というわけでですね、今回、馬田ビデオ、首都圏ニュース915でございます。というわけでですね、世界情勢に詳しい、ミスター関を呼んでおります。どうも、こんにちは。よろしくお願いします。どうも。いやー、ミスター。その言い方やべえな。今回の首都圏ニュースは、世の中にはたくさんの物騒なニュースが存在するんだけれども、その中でも予想を超える恐ろしいニュースが存在するのね。というわけでですね、今回その本当にあった怖いニュースについて触れていきたいと思います。まず一つ目は、53年前のいじめっ子を同窓会で射殺したのね。このぶっ飛んだニュースは、2019年8月24日の土曜日に、タイ中部に位置するアントン県で、今から53年前に同じ高校に通っていた同級生の男女が飲食店に集まって同窓会が行われたのね。現状ぶっ飛んだ。映画できるだろう。そしてその同窓会というのは、70歳前後の同級生たちが久しぶりの再会で昔話に花を咲かせていたんだけれども、一人の参加者が烈火のごとく怒り出したって。お前だって別人でしょ。初めましてだろお前。そして元海軍士官のタナパット・アナケスリは、16歳の頃に自分をいじめていたスタッド・コサヤマットを名指しで非難して謝罪を要求したらしいよね。どっちもいじめられそうじゃん。偏見だろお前から。ただそんな過去のいじめを指摘されたスタッドは、そんなことは記憶にないと謝罪要求を拒否して、すると怒りの収まらないタナパットは、所持していた拳銃でかつて自分をいじめていたスタッドを銃撃して、その現場から逃走してしまったのね。そしてかつての同級生に撃たれてしまったスタッドは、病院へ緊急搬送されたものの死亡してしまったのね。そして同窓会の幹事を務めていたトゥアン・クラカンは、過去にもスタッドはタナパットからいじめられていたことへの愚痴を漏らしていた、しかしまさか本当に命を奪うとは思ってもいませんでしたと警察に供述してるのよ。もうなんかスクワットとかいろいろ難しい名前が。ノーキーさんかお前。そしてタナパットは未だに逃走していて、そしてこの写真というのが銃撃戦の直前に撮られた最後の写真となってしまったのよ。すげえフル回転で逃げたよね。車並みの馬力だろお前。もう一つは、動画のライブ配信で毒ムカレと生ヤモリを食べて中国人男性が死亡したのね。これは7月20日の土曜日に、中国東部に住む35歳の男性が自宅で死亡しているのをたまたま訪れた彼女が発見したらしいのね。そして現在男性の詳しい死因を捜査している最中なんだけども、最も疑わしいのが遺体発見の2日前の夜の出来事。死亡した男性は毒ムカデや生ヤモリをバクバク食って、アルコール度数の高い酒を流し込む蒸気を逸した動画のライブ配信を行っていたのよ。つまみとして食ってたのか。珍味すぎるだろお前。遺体で発見された35歳の男性は、中国のニコ生的な動画配信サイトのドゥーユーで毎晩配信を行ってたらしいのね。クールじゃなくてよかったね。バッド評価だろお前。そして彼はサンという名前で活動していて、配信サイト内で1万5000人のフォロワーを抱えるそこそこ知られた人物で、日頃から体を張る系の無茶な企画を動画配信してフォロワー獲得に情熱を注いでたらしい。そして死ぬ2日前の配信では、ルーレットを回して当たったものを飲食する企画を実施したらしい。そのルーレットには、毒ムカデや生ヤモリ、ミミズ、ビールやアルコール度数の高いスピリッツなどがラインナップを揃えてたらしいよね。これチャンスとか入ってる。その部分天国だろ。そしてこの企画を実施した彼は、その後変わり果てた姿で発見されてしまった。ヤムちゃんだ。それも天国だろ。もう一つは、内臓を売って最新 iPhone を買った中国人少年が存在するので。よく頑張った。称賛するな。まあこれは今から7年前ぐらいの話なんだけども、中国に住む当時17歳のシャオワンという男性は、当時最新のガジェットとして知られた iPhone4 が欲しくて仕方がなかったので。ただ彼の家庭は非常に貧しくて、両親におねだりしても iPhone は買ってもらえなかったらしいのよ。そう、 iPhone売れなくなるだろう。ただなんとかして iPhone4 を手に入れたかったシャオさんは、考えた末に一つのアイデアがひらめいたのよ。それは2つある腎臓を1個売って金を儲けるというビジネスだったのね。そして彼は内臓買取専門の地下病院を訪れて、そこの医者から腎臓1個35万なら買うよっていうふうに言われて交渉成立したのよ。まあ、脳も2個あるからね、1個いらないでしょ。機能失われるだろお前。そして彼は地下病院で腎臓を1つ摘出して、そのお金で念願の iPhone4 を手に入れたのよ。それ変死で、ね、腎臓を取り戻したの。ギャグ漫画かお前。しかし彼を待ち受けていたのは壮絶な悲劇で、摘出手術の際の衛生環境が悪くて、傷口から細菌に感染して、さらに1つ失ったったことで人工透析も欠かせなくなってしまって、24歳となった現在はほとんどベッドの上で生活する地獄の日々を送ってるらしいのよ。24年も4ってことだ。動かないだろ。